Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd remember Cotton Eye Joe. I've been married. というわけで、今回の料理動画は、ローストホースというものに挑戦したいと思います。まあ、と言いましてもね、まあ、ローストホースと言ってもね、まあ、皆さん聞き馴染みのない、まあ、料理名だと思うんですけどね。まあ、一般的に、まあ、ローストビーフとか、ね、そういうものは皆さん、まあ、聞いたこともあるだろうし、まあ、一度はね、まあ、食したこともある人多いんじゃないかなと思ったんですけどね。まあ、ローストホースっていうのは、要するに、まあ、ビーフっていうのは牛肉ですよね。で、まあ、ちょっと牛肉じゃもうありきたりで当たり前すぎるんでね、ちょっとまた変わったものに挑戦しようかなってことでね。まあ、豚肉っていうのもまたちょっと安易な感じがしてね、ちょっとあれだったんで、まあ、牛でも豚でもない、まあ、馬にしようかなってことでね、ちょっと安易な気持ちで、まだ、こちらです。でも作り方とかね、下ごしらえは本当にローストビーフと一緒です。本当にもうほとんど変わらないですね。生ニンニクのね、このおろし。本当はね、生のすりおろしが、まあ、一番いいみたいなんですけど、ちょっとめんどくさいんでね。うん。まあ、適量。塩を適量。本当にもう、こんな感じで。まあ、どのくらいかちょっとわかんないですけどね。初めて作るんで。まあ、こんな感じで。ちょっと雑いですけどね。うん、このぐらいでいいや。これでも下ごしらえは、終了です。はい、ラップに包みまして、まあ、例によってね、一晩、冷蔵庫で、寝かして、漬け込んでおきます。これで下ごしらえ完了。はい、翌日が経ちました。もう十分ね、下ごしらえ完了でございます。これ今度ね、常温に戻していきましょう。はい、250度の熱で、まあ余熱をね、完了させて、まあ角皿に、肉を乗せてね、まあ下段で、ちょっと温めていきます。いや、いい匂いですね。肉の焼ける音とこの匂いが素晴らしいです。いいかな。よし、いい感じだ。そしてこれを恒例のね、アルミホイルで、まあ、包みまして。こんな感じでいいかな。で、まあ、15分から20分ほどね、ちょっと、蒸らします。まあ、ぶっちゃけその間ちょっと時間があるんで、まあ、ちょっとね、喉を潤わし、加減でドリンクいっちゃおうかなと思ってます。じゃあちょっとね、ローストビーフ風に切っていきましょう。ちょっと包丁苦手なんだけど、ね、あ、なんか弾力あるな。こんな感じ。見えねえか。あ、ちょっと切り方が、ちょっと、斜め切りの方がいいかな。
この方がプロっぽいよね。プロっつうか、うん、いい感じかもしんない。うん、なかなかいい感じで焼けてます。この切ってる感触がいいですね。程よい弾力っていうか、なんていうの、説明がよく、おお、こんな感じでなんかいいですね、輝きが。というわけで、めでたく完成ですね。まあ、簡単です。はっきり言って、まあ、ローストホースなんてね。はい、今回のドリンクは、ちょっとね、山崎の、ザキヤマの初めてのね、ハイボール。やっちゃいたいと思います。山崎のね、専用の天然水で作ったソーダ、ハイボール用があるんですね。初めて知りました。いつもハイボールって角瓶でやってるんですけどね。あ、ジャストフィット。ちょうど空になりました。さて、休日のね、ちょっと昼下がり、午後3時ですね。これは、まあソースね、ちょっと。バルサミコ酢と白ワインビネガーと、まあ、醤油ウースターソースで。あ、ちょっと固まっちゃった。固まっちゃったから、まあいいや。ちょっと香り付けで。こんな感じでね。ローストホース。うん、買った。うん。結構美味しいんですけどね。うん、もうちょっと薄く切ればよかった。うん、でも肉の、馬の肉のね、旨味がこう噛めば噛むほど、うん、味わえますね。山崎ハイボール、まあやっぱりね、ローストホースにはザルそばでしょう、うん、あー、ちょっと多いな。うん、うまい。うん。
薄く切ればよかった。